皆さんこんにちは。 J リーグ女子マネージャーの佐藤美希です。前回に引き続き今回も審判のお仕事ということで審判服に着替えてみました。私は結構気に入ってるんですけど、どうですか、似合っていますか？では早速審判のお仕事に迫ってみたいと思います。それではキックオフ。今回も日本サッカー協会審判委員長の上川徹さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は私が着させていただいているのは、はい、普段の試合中に審判が身につけている審判服なんですけども、はい、この特徴を教えていただけてもいいですか？特徴ですね、まあ、やっぱり一番は動きやすいと。着心地すごいいいですね。いいですか、はいはい、あとポケットとかも多いですよね。そうですね、ポケット胸に2つ、はい、まあ主にこのカードを胸にしまうんですけども、ね、ここから出せ、そうそう、だからこうすぐに引っ張り出しやすいようにこう黒いマジックテープで機能性優れていると思います、はいはい、そしてこちらに用意していただいたのが審判グッズなんですけども、はい、そうです。まずはこの私が今つけている時計、はい、両腕に2つつけていますけど、これはなぜですか？はい、まあ、よく昔言われたのが、もし1つつけててね、はい、電池が切れたらどうするんだ心配、予備の、そうそう、分からなくなるんで、はい、だから、まあ、2つつけるということと、まあ、実際には2つつけて、まあ、両方キックオフの時にスタートします、ストップウォッチを、はいはい、で例えば怪我人が出たりとか、あるいは何らかの事情でゲームを中断しなきゃいけなくなった時に、一つの時計のストップ止めます。であとはずっとランニングそのまま流してて、で要は最終的にはその前半後半、今アディショナルタイムって終わった時に、ね、何分追加しますって出しますけども、はい、その両方を見ながら、あ、何分間止まってると、で今この時間と、じゃあ差し引きいくらぐらい時間を追加すればいいかなとか。あ、そのための2つなんですね。そういうふうな形で使ってはいます。はい、そして、はい、こちらのコインですけども、普段コイントスやられてますけど、はい、あれには何かこだわりというかやり方はあるんですか？いや、まあ人それぞれですけども、ちょっとやってみませんか？私やってみいいですか？はい、初めてやるんですけど、初めてでもできます？大丈夫だと思いますよ、センスがあればやり方ってありますか？センスがあれば、あ、いや、あ、いい感じですよ。こうやってこうやればいいんですよね。もういろいろですよ。こうもありますけど。ありますね。決めないですか？決めはないです。自分でかっこいいと思うやり方やってみてください。でこれを外してくんですよね、はい、きっと笑いが出ますね。選手もリラックスするんじゃないですか上川さんのぜひ。僕ですか？はい、お願いします。最近やってないですけどね。もう普通に上げて、うわちょっと最近メモ、久しぶりですもんね。久しぶりです。いや、やり方いろいろあるんです。でも投げるのはすごいです。そのままやる時もあるし、どっちかというと触らない方がなんか公平性があっていいのかなと思いますけど。そうですね、はい、難しいですね。表と裏とかってどういう、はい、まあ、いろいろコインもあって、まあ、これを使いなさいっていうことではないですけど、はい、もうこの場合にはこのキャラクターのマークついてる方をアウェイチームに教えて、はい、でホームチームは J の方ですよと言って、さっきみたいにコイントスして、はい、で出た方のチームがどちらのゴールに攻撃するかを決めます。キャプテンにどっちの方に攻めます、はい、では向こう攻めますって、じゃあ、はい、負けたチームの方がキックオフですねということになります。あ、負けたチームがボールを蹴るんですか？そうなんです、キックオフです。勝ったチームだと思ってました。こっちに攻めるっていう感じじゃないんです。競技規則は、ね、勝った方が攻めるゴールを決めると、うん、はい、いうことになります。そしてここに乗り切らなかった審判グッズをまた、はい、私は実際につけてみたんですけども、はい、まずはこちらから。これは何ですか？無線システム。無線システム、はい、主審と2人の副審と、あとは代演の審判、4人が同じものをつけて、全員つけてるんですね、はい、まあ、実際にはそのレフリーが見えてないところって、まあ、レフリーの後ろで何か反則が起きたりとかした場合には、それを見てた審判員が情報を伝えるようにしたりとか、ゲームをコントロールしていく上で必要な情報を交換しながら使っているものですけどもね。そしてこちらは、この右につけているものは何ですか？フラッグ。ああ、すごいバイブというか、そうです、音とバイブで、すごい震えてますね、はい。こちらは何ですか？これは副審が、まあ、持ってるフラッグなんですけどもね、はい、まあ、コミュニケーションシステム、今は無線が、ね、使えるようになったんですけど、無線を使う前は本当にもうこれが頼り、
なところがあって、はい、でオフサイドがあるときに一緒に旗上げて伝えたりとか。すごいですね、一瞬で分かりますね。そうですね、ただだけど試合中やっぱりもう歓声とかがあるときにはなかなかこう感じるのが遅くなるときもありますけど、走り回ってますしね。そうですね、まあ、非常にね便利な審判グッズになります。はい、でもこんなにたくさんつけてるんですね普段。そうです。審判の方って嫌でしょでも軽いんであ、まあ、そんなにストレスにならないですか。はい、そうですね。でもこういう道具もなかなか持つ機会もないので、初めて持ったので、実際に使ってみてすごいいろいろ分かってよかったです。はい、今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。明治安田生命 J1 リーグセカンドステージ第16節の対戦カードはこちら。セカンドステージ優勝を目指す鹿島アントラーズはホームに横浜 F ・マリノスを迎えての一戦。新スタジアムが完成したガンバ大阪ですが、今回は万博でのホームゲーム、サンフレッチェ広島を迎えます。佐藤美希の大好き J リーグ、今回はここまで。次回もお楽しみに。